皆さんこんにちは。ゆっくりです。本日は、第一発見者になった人集まれ、の、一本をお送りいたします。どうぞゆっくり聞いていってください。殺人死体や自殺遺体などを発見したことある人ってどのくらいいるんだろう。できれば発見時の状況などを克明に説明してもらえるとありがたい。死体は見てないけど、まさに飛び降りして運ばれるところを見たことある。自分の住んでたマンションの向かいの駐車場に赤いシミがあって、救急車が来てた。電車への飛び込みを対向列車の運転台から目撃した。マリのようにゴロゴロ電車の前を転がってたけど、一瞬で巻き込まれていって、腕がちぎれて飛んで行くのが見えた。あと京都の鴨川で水死体も見た。体全体が膨張してて見るも無残な姿。若い女性だったそうだが、面影は全然なし。15年前の夏休み、早朝5時に近所の土手犬を連れて散歩に行った。土手には小さな公園があったのですが、そこのブランコに男の人がぶら下がってました。思いっきりびっくりした。九州の熊本の親戚の家へ遊びに行った時のこと。虫を採集しようといとこたちとプラプラしていたら、近所の小さな小川に若い女の人がうつ伏せで落ちていた。前の晩に酔っ払って落ちて、そのまま死んだらしい。肌が陶器のように真っ白だった。事故で電柱に激突して、ダッシュボードと座席に挟まれて息も絶え絶えの人を見ました。すげえ顔色悪くて出血してたけど、なんだか顔が割と平気そうなのが不思議だった。ただ何度も、すいません、ばかり繰り返してたよ。大丈夫、今救急車来るから。っておじさんが声かけても、すいません、しっかりしてって言われても、すいません。こう言っちゃ悪いんだけど、顔色の割に平気そうな顔と、すみませんの連呼が、変に気味悪かったです。ヤジ馬が増えてきたので立ち去りましたが、後日の地域版の新聞では重傷となっていたので、多分ご存命だと思います。中学の頃に、小遣い稼ぎに新聞配達のアルバイトしてたんだけど、あるアパートの一室に1ヶ月分ぐらいの新聞を貯めてる人がいたので販売店に報告したところ、夜逃げの場合もあるので念のため大家さんに連絡。確認のためにドアを開けるというので、興味半分でついていったら、部屋でプラーン。自分のヤジ馬根性に後悔しましたね。事故の即死見たよ。気絶してるのかと思ったけど、他の人が、死んでるぞー、と言った途端鳥肌が立った。何かが窓の外を通り過ぎたような気がして、あれっと思った瞬間に鈍い音がした。頼むからマンションからは飛び降りないでほしい。強いて言えば布団が落ちたような音だった。第一発見者とは言えないか。地元の心霊スポットに心霊写真撮りに行った時死体見つけたことある。おととし樹海にキノコ撮りに行った時に、すでに白骨化しているのを発見した。父の話なのですが、何年か前の冬、親戚の経営するアパートの住人が室内で亡くなっていたのを発見しました。何でも風をこじらせて亡くなっていたそうです。孤独死ってやつです。死後数日経っていたようです。会社の同僚が、何日も連絡を取れないことを心配して親戚宅を訪れたことで発覚しました。今はもうそのアパートは取り壊されてありません。第一発見者じゃないけど2番目に見つけた。スーパーの精肉部門で働いてた時、ゴミを外のゴミ置き場に出しに行った時に、ちょっと先の方から、ゴン、って音がしたんで見に行ったら、マンションから飛び降り、
女の人が落ちてた先に高校生の男の子がいたんだけど、放心状態だったんで俺が救急車呼んだ。一応第一通報者ではあるんですけどね。早朝の銀座で見ました。頭が半分ほど地面に埋まってる感じでした。まだ周りには誰もおらず、落っこちた直後だったようです。忙しかったので、広がる血を踏まないように駅へと向かいました。意外と見つけても知らんぷりの人って多いのかな。俺も知らんぷりしちゃいそうだが。第一発見者ではないけど、おばさんの水死体を田んぼで見た。警察が来る前で、近くで引き上げ作業とかを見てたんだけど、あまりやじ馬が来ないなぁと思って後ろ見たら、いつの間にかロープ張られてて、ロープ内に取り残されてた。ロープの外側にはやじ馬がたくさんいて、慌ててロープの外に出たら質問攻めにされたよ。小学生の頃に友達が首吊りの第一発見者になった。農家の横にある物置小屋に忍び込んだら、目の前に足がぶら下がっていてびっくりしたらしい。自分の住んでる住宅で飛び降りがありました。死体見ましたが血は出てませんでした。でも落ちた瞬間の音はものすごかったですよ。8年前にホームの向かいにいたおじさんが電車に飛び込んだよ。失速はしてたけど、前頭部に当たってそのまま車輪にずるずると。ぐちゃぐちゃではなかったけどそれなりにスプラッターだった。学校サボって死体処理の見物してた。そんなに気持ち悪いって感じは不思議にしなかったね。破れた服とか靴とか、そういうものに悲哀みたいなのを感じた。あとは家の前が十字路で、よく事故があるんだけど、窓から顔出してタバコ吸ってた時に、車と女子高生が衝突した瞬間を見た。急いで外出て行ったら、引かれたところと全然違う場所に倒れてて、顔見たら白目向いてたよ。内臓破裂で即死だったらしい。死亡事故は一度もなかったからさすがにへこんだよ。死んでたとこに行くと泣きそうになるね。なんというか、無念だっただろうな。って。死ぬんだったら老衰がいいよな。死体は見なかったが嫁が匂いを嗅いだことがある。死後に3ヶ月くらいのもん。嫁曰く、チーズビットの匂いだそうな。マンションの隣の部屋でおっさんが腐っていたそうだ。病死だったらしい。あとには強烈な腐敗臭と消毒薬の匂いが残っていた。あと、嫁の友達は飛び降りを目の前で見たそうな。冬場だったので湯気が出とったらしい。飛び降りをすると歯とかがコンクリートに刺さっていたりするらしい。あと始末が大変だとか。死体見たことないけど、ぐちゃぐちゃの死体よりシンプルな首吊り死体の方がドキッとするような気がする。以前あるラーメン屋に入ろうとした瞬間に、背後で車のタイヤがパンクするような爆音がして後ろを向くと、女性が某百貨店の駐車場から落下してました。見に行ったのですが、頭からドス黒い血が流れていて、体中の関節が変な方向に曲がってました。その後とりあえずラーメンを食べて出てきたら、警備員のおじさんがホースで血を洗い流していて、とても鮮明に覚えてます。血はなかなか取れてませんでした。以前住んでいたアパートの近くの T 字路で、何とも言えない爆音が聞こえたので、そこまで行ってみた。炎に包まれた車があった。その後消防車が数台、レスキュー隊も到着したが、運転手はまるでホルモン焼きのようになっていた。車自体も半分くらいの大きさになっていた。それから数ヶ月後、その場所で同じような事故が、さらに何年か経ってまたまた車が突っ込んだ。一件目と同様の死に方だった。未だに事件の原因は解明されていない。
三重県鈴鹿市の某大手スーパーで、中学生の女の子が飛び降り自殺しようとしているのを発見した。顔色が真っ白でとても人の色ではなく、悪魔に取り憑かれたような感じがしてとても怖かった。助かったらしいがあの色が忘れられない。第一発見者じゃないけど、公園の堀に水死体が浮いてるの見たよ。そこにいた警官が棒で寄せた瞬間、顔が半分見えたけど、なんていうか、中側が紫で皮膚が白くてブヨブヨしてた。昔俺が小学生だった時、木に鳥の巣箱をつけようとして落下したおじさんを見たことがある。血のりって本当に血のりなんだなって思った。血を片栗粉で溶いたような感じの血のりだったよ。結局死んだけど新聞にも載ってた。落ちた場所が悪かったんだよね。川沿いの木で、地面の方に落ちたんじゃなくって、コンクリで固められた川岸の方へ落ちたんだから。首吊り死体を見つけたことがあったよ。小学校低学年の頃に下校途中に林の中でね、妙に首が長く伸びてたのを覚えてる。すぐに警察官が来て追い返されたなぁ。その夜から3日間原因不明の発熱でうなされたっけ。やっぱり自殺体に石ぶつけたのがまずかったのかなぁ。そりゃまずいわなぁ。高校生の頃に夜抜け出して海岸で友達とお酒を飲んだりして遊んでた。抜け出して遊ぶってのがスリル満点で楽しくてね。海岸で遊んでたら、誰かが、マネキンがある、というので、みんながゾロゾロとついていった。サンダルを脱いでシートの上に座ってたので、待ってよー、と言いながら後をついていこうとすると、死体だ、と、一番最初に見つけた男の子が言い出しました。あんまり明かりがないところだったので、かなり近くに寄ってからわかったらしい。それからもう大騒ぎ。自分は怖くて見ることができませんでした。みんな親に内緒で抜け出してるので、警察に通報することもできなかった。無我夢中で自転車を漕ぎました。次の日の新聞に、近くの漁師さんが見つけたって書いてあった。遺体は近所のおばさんだったらしい。その時の友達とは未だにその話になるけど、今でも時々夢に出てくるんだってさ。よかったよ見なくて。新聞では死後3日って書いてありました。捜索願い出てたんだって。でも匂いはしなかったな。看護学生の時に寮にいました。寮は病院の最上階にあり、門限の11時を過ぎてしまうと、部屋にたどり着く方法は一つ、東病棟の薄暗い通路奥のドアから入るのみ。こそこそとドアを開けた私は、なんとなく手でも洗おうと思い入ってすぐのトイレに入りました。一番手前の蛇口に手を伸ばしゴシゴシ洗っていると、目の前の鏡に映る自分の背後に、何か人の気配のようなものを感じて、パッと鏡を見ました。私は凍りつきました。絶句したまま腰が抜けてしまいました。私の後ろの車椅子用トイレのカーテンが半分開いており、患者さんが上のパイプから首を吊って、ぶら下がっていたんです。ナースセンターに転がるように駆け込んだものの、言葉が出てこなくて半狂乱でした。たまに夢に出てくるんです。あの恨めしそうな顔でぶら下がっていたあのシーンが、中学生の時の同級生だった人が、何年か前にお父さんの首吊り死体の第一発見者になっちゃったそうだ。しかもその家、数年後にそこの妹さんが拒食症でお亡くなりになったらしい。なんてついてないんだろう。隣のじいさんが塀と塀の間で立ったまま死んでたよ。高校の時に学校に行く途中で首吊り死体見つけた。
駐車場に止めてある車の助手席のドアが奇妙に開いてたので見てみると、手すりのとこにロープくくって首吊ってた。一応近くで確かめてから警察に連絡したけど、別に取り乱すとかはなかった。あえて言えばかなり冷静だった。でも今でもあの顔は忘れられないよ。小学生の頃に目の前で老婆がダンプに引かれて、空中で形を変えながら吹き飛んでくのを見た。また小学生の頃に、火事の現場にて炭化した死体を見た。あと、数日前から行方不明の近所のおっさんを用水路にて発見。包丁が刺さってました。自殺だそうです。夏だったので依頼ありさまでした。どれも状態が凄すぎて、気持ち悪いというより、ただの変な物体でした。どえらい小学校生活ですな。かれこれ12年ほど昔のこと、大学の学園祭の準備で夜も更けてきた頃でした。突然窓の外が明るくなったんです。夕焼け空のようにオレンジ色に。と同時に、この世のものと思えない叫び声が、近所の部外者が焼身自殺を図ったんです。入院していた精神科から一時帰宅して、家族がちょっと目を離した隙の出来事だったそうです。その瞬間を見た人によると、くるくるっと駒のように回って、その後のたうっていたそうです。そして手足を縮込めていて、本当に嫌な匂いでした。こうして聞くと自殺の方が圧倒的に多いな。やっぱり殺人はすげえ珍しいことらしいな。やっぱり日本は平和かも。続く。